1分でわかる航空母艦赤城。赤城は1927年に竣工した空母で、主に太平洋戦争で活躍しました。全長260メートル。基準排水量36,500トンの大型艦です。速力は 31.2 ノット。搭載機数は66機でした。最初は三段式空母でしたが、近代化改装を経て、一段全通式空母になりました。1939年に海南島攻略作戦に参加し、陸上部隊などの支援を行っています。日中戦争での活動はこれで終わりです。その後、1941年12月に、ハワイ真珠湾を攻撃、戦艦5隻を撃沈するなどの戦果を挙げました。1942年1月にラバウル、2月にポートダーウィン、3月にはチラチャップを攻撃しました。4月にはセイロン沖海戦でイギリス海軍を破り、空母1隻、従順2隻を沈める戦果を挙げています。しかし、6月に発生したミッドウェー海戦で、爆弾2発が直撃し沈没しました。赤城について、もっと詳しく解説した動画も上げているので、興味のある方はそちらも見ていただけると、ありがたいです。